現在舞鶴港に来ております。今から小樽までフェリーに乗っていくんですが、遅れてまして、雨の影響で遅れてまして、まだフェリーを到着してません。1時45分朝に入ってくる予定です。一回戻って出て、これが1階のカウンターになるのかな。検問場所もあります。レストラン売店も用意されていました。後ろにレストランがあります。こんなに広い建物ではありません。ここに案内があります。天候不良で到着が遅れ、4時間以上遅れています。船内の写真が掲示されていました。また船内レストランのメニューを一覧表が表示されていました。2階の待合室に上がっていきます。こちら2階の待合室です。ベンチが並んでます。電子席マウントになります。1時45分になります。乗船です。インジェーターがあるようです。短めのボーディングブリッジを通って乗船していきます。6階の薄物間というルームです。では階段で6階まで行きます。通路を通って部屋に向かいたいと思います。001の部屋に入っていきます。ではスイートルームの、001薄物まで入っていきます。で、入ったところに、木の置き物とついた手があります。で、次こちらがベッドルームです。セミダブルベッドが置けるのが2台あります。で、こちらに、クローゼットあり、荷物置き場と、デスク周りになってます。で、ベッドルーム回ると、ダイニングテーブルとソファー、正面にバルコニーが見えます。
テーブルの上は、レンタル DVD の、貸し出しの、メニューと、あとはアンケートパンフレットで、はい、で食事の案内等が置いてあります。大きなテーブルです。引き出しには何も入ってませんです。で続いてクローゼットになります。クローゼットの中に、バスローブとバスローブが入ってます。であとハンガーですね。とこちらが、救命胴衣とあと寝巻きですね。室内の寝巻きが2つ入っております。でこちらがダイニングとリビングスペースになります。L 字型の大きなソファーとダイニングテーブルセットがあります。で、奥に、コーヒーセット、コーヒーカップとコーヒーですね、お茶があります。でこちらの旅館風の別にガラスとのコップと、お茶が入ってます。下にボード、こちらは何も入ってません。カラーです。で続いて冷蔵庫があります。左のボードに冷蔵庫があります。で冷蔵庫には水が2本入ってます。こちらの方は無料でいただけます。よいしょ。でこちらがリビングになります。非常に大きなソファーが置いてあります。で正面にテレビです。で、真正面に見えますのがバルコニーになってます。ちなみに水はですね、新日本海フェリー水という専用の水が入ってます。では今から水回りに入ります。まず大きな鏡台がで、ガラスシンクですね、こちらシンクが、シングルシンクでアメニティがヒゲ剃りと歯ブラシコップと最低限が揃っています。よいしょ。でこちらが、バスルームです。窓付きのバスルームになっております。で、シャワーが2つですね。あと、椅子ポケが1つ、洗い場がついてますので結構広いです。こちらがトイレ。トイレもウォシュレットになってます。かなり広いです。では正面バルコニーに出ていきたいと思います。ではこれで出ていきます。ウッドデッキになってまして結構広いです。で、今ですねもうそだいぶ、時間4時前なんですけど4時過ぎてますけれども、舞鶴の街が、見えてます。でこのような感じでなってます。一応上屋根が半分ぐらいはかかってますんで今日雨が降ってるんですけれども、まあ、全く出れないということはありません。ちなみにベッドですね、ちょっと巻くというような感じ、こんな感じです。で、シングルですかね、シングルかセミダブルのベッドです。最後に、リビングの方から見たスペースです。非常に広いお部屋で、ゆったりと、今日から21時間ほどになるんですけども、明日の夜、深夜までゆっくり、過ごせると思います。
すごく広い部屋です。明日の朝は8時から食事ですので寝ていきたいと思います。では朝になりましたので朝食に向かいます。食は5階のグリルで専用の朝食をいただきます。朝食の会場は5階の、グリル霞となっています。朝食会場の5階グリルに向かっていきます。プロムナードを通ってグリルに向かいます。5階グリル霞に到着しました。内装は高級レストランのようです。指定された席に座るとテーブルクロスが置いてありました。今回の朝食です。今回は洋朝食セットになっておりました。スープ、サラダ、ハム、ソーセージなどボリュームたっぷりです。食後のコーヒーが出てきて朝食は終わりになります。朝食が食べ終わりましたので船内散策に向かいたいと思います。まずは正面5階カフェになってます。4人掛けのテーブルと2人掛けのテーブルがあります。注文カウンターです。現在はレストランが営業しているため閉まっていますが、レストランが終了後こちらが開店します。お昼にはジンギスカンなどのビアガーデンも開かれています。では5階の展望デッキに出ていきたいと思います。5階展望デッキに出てきました。5階のデッキからは後方が景色がよく見えます。鉱石がとても綺麗です。天気は曇っていて悪いですが波は静かでした。風も強く雨も降っているので船内に戻りたいと思います。窓側にソファーが置いてあり、大きな窓から景色が見ることができます。こちらがスモーキングスペースになります。中にはソファーがあり、大きな窓からタバコを吸いながら海を眺めることができます。続いて5階のロビーへ向かっていきたいと思います。
5階のロビーです。階段の手すりが新日本海フェリーらしくピカピカと光っていました。続いて5階の大浴場とレストランを紹介していきたいと思います。こちらが女湯です。使用時間は掲示されています。続いて男湯です。こちらも使用時間は掲示されています。一番奥がレストランになります。行った際には朝食の営業がされてました。レストランのメニューです。朝、昼、夜と3種類のメニューが掲示されていました。メニューは寄港地の名物などがあり大変豊富でした。では引き続き、4階へ向かっていきます。こちらが4階の下から見た吹き抜けになっています。3層吹き抜けはかなり天井が高く手すりもピカピカで綺麗です。乗船記念の撮影スポットがあります。でこちらが4階の案内所になっております。
のサロンに向かっていきます。ツーリストの奥から来てますので、前は見えるんですが、こちら前はちょっと見えないような状況です。結構広いサロンになってます。4階のスモーキングルームです。ちょうどちょっと入っていきたいと思います。ちょうど4階のサロンの感じになってます。今日はすみません、天候悪いんで、前閉まってます。セラミの4階の、ソファーとあと椅子があります。テレストがあります。5階から見た、昆布のようなオブジェになりまして、さあこれが5階から6階に入っていきます。6階は、今日はコンファレンスルーム会議室みたいなものがあります。2時から映画をされるそうで、スパイダーマンになるようです。6階にある公共施設はこれだけです。店内散策をしていたら売店が開きましたので、売店を紹介していきます。寄港地のお土産が並んでいます。北海道のお土産が中心に並んでいます。お菓子などが多くなっています。新日本海フェリーのグッズも並んでいます。日用品というよりはお土産、お酒が多い売店でした。すれ違いの際、大きな汽笛が鳴りますのでお気をつけください。
さん浴びたので部屋に戻って入浴してみたいと思います。お風呂上がりは昼食までゆっくりと部屋で過ごしたいと思います。お昼になりました。昼食を食べにグリルかすみに向かいます。昼食のメニューです。和食のコースになっています。かすべの煮こごりになります。続いて天ぷら5種が出てきました。ズワイガニの釜飯です。釜飯とキノコ汁になっております。最後にデザートとコーヒーになります。どの食事も大変美味しくいただけました。午後に入ると低気圧に近づいてきたため波が高くなって揺れて船が揺れ始めました。18時になりましたのでグリルかすみに夕食に買います。夕食のメニューです。夕食はフランス料理のフルコースになってます。まずはアミューズが出てきました。続いてオードブルが出てきています。肉料理のメインはタンシチューになっています。魚料理のメインになっています。最後にデザートです。波の高くなった日本海を進んでいきます。ただ波は高いですが30ノットは出し続けて進んでいきます。残り4時間でシャコタン半島沖までやってきました。深夜1時15分、20時間45分の航海を終えて小樽港に入港します。では下船していきます。小樽港に到着しました。下船します。では4階ロビーに向かいます。ボーディングブリッジ降りて長い長い通動く歩道を通っていきます。最後に動く歩道から見えるアカシアの姿を見て動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。